脱炭素の仕事は地球をきれいにしてみんなをハッピーにする、そういう意味で我々は地球のために働いてると、そういう思いのある人、こういう人たちにですねこの業界に来てほしいなという思いで書きました。執筆にあたってのきっかけだったり大変だったこととかですね、今後の期待なんかもですねお伺いしていきたいなと思います。本を書くってなかなか機会がないとは思うんですけれども、今回はどういったきっかけで執筆することになったんでしょうか。この話はですねグリーンタレントハブでも協業させていただいているラウルの江田さんからですね、昨年の6月に一緒に書きませんかという話が来たのが始まりになります。これは面白い企画ですし、私でも書けるかなと思ってですね、グリーンタレントハブの仕事もしてますし、これから脱炭素社会に向けてたくさんの人が関わる仕事、そういうところにグリーンタレントの人にたくさん来てほしいなと思ってたんですね。そういう意味で電力ガス業界にもたくさん来てほしいなという思いがあったのでですね、千載一遇のチャンスやなというので引き受けました。原稿が完成するまでどんなプロセスだったんでしょうか。6月の初めに話が来てですね、すぐ OK ですという返事をしてですね、それから役割分担とか章立てですね、こういうことを6月にして、実際書き始めたのが7月です。7月と8月で5章、6章、7章ですね、あとコラムでだいたい80ページぐらい書きました。その後9月から10月、11月で構成修正っていう作業をしてですね、12月の初めに完成したという形になります。2ヶ月間で80ページも書いたんですね。かなり大変でしたけども、それぞれの章は短いじゃないですか、割と細切れにまとめていくので、暑い時期でしたけれども結構外に出ていく機会もあったので、電車に乗ってる間とか待ち時間とかですね、そういう時に書きましたので、なんとか書き終えました。多くのお仕事されていらっしゃる中で執筆の時間を捻出するってすごいなと思いました。執筆されるにあたって苦労された点とかってあったりしたんですか。そうですね、83年大阪ガスに入って、それから後半東京ガスに行きましたけど、合計37年間ガス業界にいてたので、せっかくなんで最近の話だけじゃなしに80年代からの話も書きたいなと思ってですね、ただそんな話ってネットで探しても載ってないんですよね。なので記憶を手繰りに手繰ってですね、思い出すところにやっぱりかなり時間かかったかなというふうに思います。ネットにも載ってないですし、チャット GPT でも答えてくれないところなので、はい、そこが苦労した点ですね。はい、そういった意味では入間さんならではの書ける内容っていうことになりますよね。そうですね、構成してる時に文書のチェックなんかはライターさんがしてくれるんですけれども、事実確認をするので、ネットにこんな情報ありませんというのが多々あってですね、いやいや私がやってましたという話はありましたですね。はい、執筆されるにあたってやっぱり大変だったと思うんですけれども、工夫された点とかってございますか。今の時代ですので生成 AI を徹底的に活用しようというふうに思いました。まず最初に活用したのは章割りのところですね。短章あってそれぞれ12項目なので、どういう項目を挙げるかというところはですね、まずチャット GPT さんに聞いてですね、かなりいい章割りしてくれたので、 7、8割ぐらいそれに沿った形の章割りをしました。文章を書く時にもチャット GPT使おうと思ったんですけども、結構昔の話なんていうのはウェブにも載ってない話ですし、文章を書くところは使えなかったので、ほぼ自分が書いたという形です。ただ章割りのところはかなり効率化できたかなというふうに思います。チャット GPT も使える部分は使って併用しながら書いたんですね。はい、生成 AI をやっているエクサウィザーズの顧問もしておりますので、生成 AI も徹底活用したという形になります。そういった意味のシナジーはあるんですね。本を書いてみての今後のやってみたいこと、期待とかって何かありますか。これまでコラムだけを書くというようなことあったんですけども、強調ですけども自分の名前が載った本というのは初めてですので、非常にいい経験ができたなと思ってますので、今後ですねチャンスがあれば強調あるいは単独でもですね書いてみたいなというふうに思っています。ぶっちゃけ著者って儲かるんですか。時間単価にしたら全然儲からないですよね。けれどもお金儲けっていうよりもですね、37年間いたガス業界のいいところね、これを次にガス業界に入ってくる人なんかに伝えたくてですね、そういう人たちが今後の脱炭素社会を支えてくれる、そういう思いで書きました。最近私が一番気に入っている言葉は Earth is hiring、地球が人材採用中という言葉があります。2009年にアメリカの気候リーダーの一人ポール・ホーケンさんが言った言葉なんですね。脱炭素の仕事っていうのは上司から言われてする、あるいは金儲けでする仕事じゃないですよね。地球をきれいにしてみんなをハッピーにする、そういう意味で我々は地球のために働いてると、そういう思いのある人、こういう人たちにですねこの業界に来てほしいなという思いで書きました。井口さんにもぜひ本書いてほしいなというふうに思いますので、2人で書いてもいいですし、単独でも脱炭素
産総人材についての本ぜひ書いてみてください。ぜひ一緒に書かせていただけると嬉しいですそれでは本日はですね、特別編ということで、出馬さんが共著で出版される電力ガス業界の仕組みとビジネスがこれ一冊でしっかりわかる教科書、こちらの告知の動画になります。ぜひ書店ですとかアマゾン等でですね、お買い求めいただけますと幸いです。それでは出馬さん、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。